帰ってきました。今日はちゃんと鍵かけていったのに、なぜか鍵が閉まってたの。いつも帰ってきたら時々鍵開いてるんですよ。まあ、例えば、盗聴器やったら、電池切れるからね。時々交換に、こんな感じね。だから定期的に、うちが出かけた時、鍵開いてます。バレたみたいなのが出ていったでしょ。さて、今日はまあだいぶアップしています。動画これのことと思った。これのことかな。違います。これからモテない君っていうか、その自分がモテない君であることを自覚したくないために、まあ自覚しないと自己分析も始まりませんけど、でも自覚したくないでしょ。だから交際を求めてるけど求めない人たち、ね、いっぱいおると思うね今ね。これかいっぱいおると思う。堀江も言われたの、あれをシャキッとするような名前な。これじゃわからんの。これ堀江も言われたらこんな感じな。あほんまほんまよな。逆向きにしたかんで逮捕されるから、ね、白人に。それはいいとして、これから言う内容ね、絶対女の子に言わんといてほしい。まして、あ、秘密やで。交際した後、彼女に言わんといてほしい内容があんねん。じゃって、これいつも消すやろ、うち。いつもでもね、ドキドキする可能性も。それはいいとして、じゃあ言うで、実はな。結構女の子アップしてんねん。で、実際に、のシーンの時に、ガバッ。わかるよな。絶対言わんといてな。特に交際中の彼女に言ったらもうガーッやで、ね、並んでももうさよならやで、ね、言わんのわかるやろ。小さいの見ないけど、可愛い子でも可愛い子、可愛い女の子、そのゆく可愛い女の子好きやろ。それでナイスバディとか求めてあかんし、小さなナイスバディしんどいし、ある程度大きくて筋肉もガシッてついてたらドーッてできるぐらいのな女は嫌やろ。でもそうじゃないと、そうだし、かっこいい形じゃないかどうか別として、アップした時にガーッとナイスバディになれへんからな。じゃあみんなの好きなタイプのちっこい女の子って、もう芸能人とかモデルでもない限りな、ちっこいねん。絶対言うなよ、振られるからな。